世役院全州は、戦国時代から安土桃山時代にかけての医者。豊臣秀吉の側近。虎来系で多くの医者を輩出した丹波市の出身。世役院は古文書には役員とも書いてある。号は徳運県で徳運県全州とも名乗った。妻の長原実県の娘との間に一男一目がいた。大英六年平安時代に維新法を表した。 名医、丹波康よりの二十世の末裔として生まれる。祖父、胸清、父、宗忠ともに、県内総図法院となっている。幼少時に父を失って創籍に入り、比叡山祭院の十字であったが、元気二年に、織田信長が行わせた、比叡山焼き打ちに会い、現続して、医師を目指し、真瀬道蔵に入門して、漢方医学を極めた。その後、 橋場秀吉の治ぐを得て、じとなりながら、英山の弁護に当たった。天正十年、信長が本老寺の変で倒れると、秀吉の許可を得て後輩した、比叡山さんの最高に尽力した。この頃、徳特運権全州を名乗る。秀吉が天下人になった後の天正十三年に、大飢金と薬病の流行に見舞われると、廃絶していた祖先よりの、施薬院の復興を願い出た。 天正年間に直命を受けて施役員氏に任命されて十五位下に上され昇殿を許される。7月下旬から9月までの間に号を施役員とした。この施役員は奈良時代孔明皇后による創建以来800年の時を経て完全に境外化していたが、前週はこれを復興して身分の上下を問わない世領を再開した。天正13年10月6日。 秀吉より、山城ご室と、大宝寺、上条等で200国を与えられる。さらに、同年11月27日には、山城、丹波内で450国を数を。言うところ必ず聞かれ、望むところ必ず足すというほど秀吉の信頼は、厚く、秀吉から返記を与えられた息子の秀高と共に、秀吉側近としても活躍。天正十五年八布の帝、 バテレン追放令は、全州の筆によるもので、キリシタン追放にも活躍。豊臣市番位の筆頭として、番位制の運営に努める。同年10月2日、丹波総伝軍内で305国を活用。天正18年、小田原の役の際に、伊達政宗に状況を促す、韓国史、佐竹義重との交渉役を務めている。また、同年に、 着難の秀隆が病没したため、大海の三雲助隆の子を養子とし、総伯として継がせ、真瀬市着流を守り同産流移術の衰退を防止した。この子孫は代々施役院士を務めることになった。天正19年9月18日、家蔵を含めて1265国の治療。文六年間、豊臣秀寺の失脚事件で、真瀬原作が流罪となったのを契機に、 マナセ・ハジメの結束が、全州を頂点に強化されたことが知られる。あとに生4位に少女。慶長元年12月10日に没したとされてきたが、宮本義美により、慶長4年12月10日没であることが判明した。去年74、京都10年時に葬られる。全州に関する研究が不十分だったため、役員と読むべきところ、 世役員と誤って読んでいるのが実態であるが、古来、正式の読み方が存在していた。古日に通じた、中見角信種の日記、信種狂気によると、世役員氏の任命に際し戦時案の様式と読み方について語った、英章2年12月24日上に、大量寄進、猿世役員仕事、他人申し踏み案、戦下案でえみの、戦下と書きの、 千ンタ分文改め量、世ア財官、家読云々、る不読みなり。百貫中、不読字だ。内臓、匠、増殖盗塁なり。とある。つまり、内蔵と書いて倉、匠と書いて匠、増殖と書いて、酒と読む場合と同様、世役員と書いて、世の字を読まず、役員と読むのが正しいのである。 江戸時代後期に刊行された谷川こと菅の枠虫よりにこの読みが明記され、小類園などの転居となっており、上記の資料はその言われをつまびらかにするとともに、当代の正当な読み方であったことが確証づけられる。ありがとうございます。